シュールな作りになっておりました。ニューヨークの音声はもうちょっとなんとかならなかったので、お詫びを申し上げます。ただ皆さんの意気込みはですね、伝わったのではないでしょうか。バックでのガッツジャズいただきました。さあ、ということで、続きまして、質疑応答、ここにいらっしゃる皆様、質疑応答の時間に移らせていただきます。まずはですね、私の方から代表で皆様に質問をさせていただきます。その後、皆さんから、メディアの皆さんからの質問とさせていただきます。では最初の質問でございます。前回2014年の時は宝塚歌劇100周年という節目でございました。そして今回はニューヨークで公演が行われます。まあ、皆さんの記念碑的作品といっても過言ではない、しかもなんですが再演であり、そしてニューヨーク公演ということを聞きまして、皆様率直に今のお気持ちを伺いたいと思います。それでは峰さん。はい、先ほど申し上げましたように、もう再演できるということにはもう本当に喜びを感じています。そうですね。で、再演って何て言うんですか、もう一つ何かね、初演より一段二段は上がっていなきゃいけないなっていうのがありますので、そこのところはこれから あのお稽古が始まった時にいろいろと またみんなもどんどんこう練り上げてくると思うので、それに戦えるビリーでいなきゃいけないなってすごく思っています。大変なんですよ、この大きな人たち。ガオさんはじめ、ベルマさんもロキシーさんもね、でもその都度その都度その人でどんどん変わっていくので、それに対して変われるビリーでいたいなって常に思っていますので、もう少し大人の練り上げていきたいなとは思っています。練り上げ直したいなと思っています。でニューヨークに行けることはもう先ほども申し上げました通り、緊張、ワクワク、ドキドキ、怖さ、いろんなものがない混ざっていてとても複雑な心境です。ちょっとでも英語を話せるようになりたいなと思っているんですが、まだダメでした。はい、ありがとう。本当に2014年終わった瞬間にもう真っ白になったんですけど、あれ以来譜面も台本も見てないんですけど、先ほど音楽がかかった途端なんかそのゾゾゾゾゾっていうその緊張感がまた蘇りましたので、もうそろそろ譜面と台本を読んで勉強し始めようかなと思って、新しい資格をする気持ちで挑みたいと思います。はい、ありがとうございます。私たち王子バージョンのシカゴの魅力というか強みというか、もう団結力だと思っていて、あともう何といっても男役さんの素敵さ、ジェントルマンの皆さんのやっぱりかっこよさと、レディースの皆さんの美しさ、はい、なのでもうこれは絶対世界に、この団結力と美しさとかっこよさは世界に通用すると信じて、また心を新たにこの作品に向き合いたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。水さんお願いいたします。はい、前回の、シカゴを演じました後に、まあ、個人的なコンサートなどでオールザットジャズを歌う機会が何回かありまして、歌うたびに新たな発見があり、そして、また再会できることが非常に、またたくさんの発見があるだろうなとワクワクしております。前回の時は長いリハーサルの朝からそのフォッシースタイルのダンスの稽古をして、リハーサルをして、それからまた個人的に自習レッスンをしてなど、非常に積み重ねてきたものがありましたけれども、今回さらに時間をかけて作ることができるので、ますます磨きをかけて、そして日本人は割とこう外国の方から見ると子供っぽく見られがちなところがあると思いますので、さらに鍛えて力強さを、魅力を出していきたいと思っています。お願いいたします。はい、ミュージカルの本場ブロードウェイで、ニューヨークでできるっていうことは本当に嬉しいです。宝塚時代からお休みができればニューヨークに飛んで行って、そのロングランでやっているミュージカルであったり、最新の舞台であったりとか、いろんなものをとにかくたくさん見て、そこから刺激を受けて、自分もこういうふうになりたいって夢を描いて、頑張ってきていたので、そういう本場のブロードウェイで、しかもシカゴはちゃんとやっている中で
また別に林間センターでさせていただけるっていうのは本当に嬉しいですし、このいわゆる宝塚色といいますか、男役で演じているというところ、そしてやっぱりどのシカゴよりも多分美しいエレガントなシカゴになると思うので、そこをね、たくさんの方に見ていただけたらなと思います。自分の役ロキシーハートに関しては前回はやはりこう決められたことであったりセリフであったり動きであったり、それを体に入れることがに時間を費やして、かなり大変だったんですけれども、あ楽しいってもっとやっていたいって思っている時に千秋楽でしたので、またこうやってできることを本当に嬉しいです。もう一回ゼロに戻って真っ白な気持ちで台本を読んでみて、そこから感じるもの、そこに正直に演じられたらいいなと思います。そしたら前回とまた違う発見があるのではないかなと期待して、頑張りたいなと思っております。はい、太田さんありがとうございました。ありがとうございます。ようこそ。それでは改めましてご紹介させていただきます。ママモート役の飛鳥瀬潤さんです。そして堀井圭明さんです。それでは皆さんお座りください。それでは、まずはお二方からニューヨーク公演の含めた意気込みと合わせて一言ずつご挨拶を頂戴したいと思います。まずは飛鳥瀬潤さんお願いします。はい、皆さんこんにちは、ママモート役の飛鳥瀬潤でございます。本当に夢のようなお話が降ってはきまして、わかるんですけども、やっとこれで現実になってきまして、なんかエキサイティングしてきました。でブロードウェイでスミレの花を歌わせていただくことになりました。まあ宝塚の式典でもいろいろ歌わせていただいておりましたけれども、まあ身の引き締まる思いです。それで、まあ、ママモートンのシカゴは女性だけのシカゴ、絶対に他には負けておりません。皆さん素晴らしい演者、そして下級生の方も鍛えておりましてね、とても素晴らしい作品ですので頑張ってまいります。足を引っ張らないように頑張ってまいります。ありがとう。堀井圭明さんお願いいたします。ママモート役を務めさせていただきます堀圭明でございます。世界各国で演じられておりますこのシカゴ、日本語でニューヨークで演じることになろうとはというのがすごく楽しみであり、言語の持つ良さ、各国の言葉で演じられていますから、日本語でニューヨークで私たちはどのように大胆に演じられるんだろうと今からワクワクとドキドキでいっぱいでございます。そして私はシカゴは今回からの参加でございますけれども、海外公演というのは役者人生の中で一度行けるか行けないかのことだと思います。本当に幸運だなと思っておりますし、宝塚時代にロンドン公演の企画がございましたが、ちょうど私がトップの時、湾岸戦争で延期になってしまったんですね。ですから今回は本当にリベンジで、それも本番のニューヨークで、このような素晴らしい機会をいただきまして本当に幸せに思っております。皆さんのお力をお借りして、皆さんと、心を込めて、一丸となっていい公演にしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。前回演じた時に、さっきご挨拶の時に山本さんも感じてたんですけれども、本当に衣装は非常にシンプルで、装置も非常にシンプルで、想像以上にシンプルで、宝塚の時にこうスパンコールにラインストーンがつく、もうこれでもかというぐらいギラギラないお衣装で、華やかな照明と装置でやってきた自分から
何もかも剥ぎ取られて、シンプルな黒のワンピース1枚でやるという怖さを非常に感じました。なので、その時に本当に自分の身一つしかない、その身一つでどれだけのことができるのか、どれだけパフォーマンスができるのかということだけがタオルだったので、よくダンサーの人たちと筋肉は裏切らないって言って筋トレばっかりしてたんですけれどもでも本当に鏡を見て、こんなひょろひょろの自分ではお客様にこう説得力がない。大事ベルマっていうのはそのショーで、まあ、妹と2人でコンビを組んでショーでお客様をものすごく魅了してたショーダンサーのショーガールの役なので、もう体で見せる、踊りで見せる、お客さんをわしづかみにして魅了するという魅力がなくてはいけないというところから、まあショーをやってた人間なので、宝塚のそのお客さんと共にとか、お客さんを魅了してという部分は聞かせるところはあると思うんですけれども、本当にこの裸一つ、体一つで表現するという難しさを非常に感じておりましたので、また今回もまたそこのシンプルな原点に戻って、改めて怖さと向き合って新たな作品を、ニューヨークの皆様に、本当に日本では、まあ、宝塚がやる、宝塚の王子の人がっていう私たちのことをよく知ってる方がたくさん見てくださいましたけれども、ニューヨークでは日本人がやるっていう、ただそれだけなので、そこに宝塚の世界初女性だけの劇団がやるっていう、その素晴らしさ魅力を、ぜひ20年のオリンピックに先駆けて世界に見せられたらなと、宝塚魅力を伝えていきたいと思います。2014年のシカゴをやる前に、私たちはダンシングクレイジーという作品でシカゴのピックアップのショートバージョンをやって、それの時に本当にフルで全部やるかっていう試験のような舞台をに出させていただきました。でその際にゲイリーさん、振り付けの方とかが海外からいらっしゃって、これならできるというお許しといいますか、なんかそのような試しの公演がありまして、それから2015年に、させていただいて、本当にこのシカゴというのは見てる時、自分が客席で見させていただいている時にっていうのは分からなかった。例えば世界に共通するお稽古場でも全員黒い洋服しか着ちゃいけないとか、お衣装も全部あちらからのお衣装をみんな着させていただいているとか、本当に細かい細かい、本当に綿密な契約がたくさんあることをやってみて分かりました。でその厳しさの中であるこの規律、どこの世界であってもこの規律が守られてきているという作品だからこそ、私たちもその規律に従ってやらなければいけないなと身に染みた公演でもありました。はい、4年前に初めてこの世界に携わらせていただいて、ゲイリーさんが、振付のゲイリーさんが来日されて、ホッシースタイルを踊ることで、きっとあなたのダンス、俳優としてもきっと何か大きく変わると思うよって言っていただいて、その時は夢中で分からなかったんですけども、2014年個人バージョンでフルバージョンでさせていただく中で再び出会った時に、自分の中で感じた変化であるとか、もっともっとこの削ぎ落としていくことの大切さといいますか、その中でやっぱり自分と本当に向き合っていくこと、自分の芸と向き合っていくことの大切さと強さというものをこの作品はすごく与えてくれていますので、今回もさらにきっちりと自分と向き合って、またベルマ、少しでも成長したブラッシュアップされたベルマをお届けしたいと思ってます。小関さん、ありがとう、すみません、大事なとこ噛んじゃいました。小関さん、ありがとうございます。はい、そうですね、ビリーという役は弁護士でございます。なのでいっぱい喋ります。でそれがやっぱり一番プレッシャーっていいますか、そういうのが多かったんですけれども、今ね、ゲイリーの話をして、ゲイリーさんとの話で思い出したんですが、稽古場でこれ、このシカゴは本当に全世界、全いろんな言葉で翻訳されて演じられています。でゲイリーさんとお稽古した時に、ゲイリーさんがロクシー役で、私がビリー役でって、
彼は英語で私は日本語でっていうお稽古をしていただいたことがあって、そしたらこの日本語の訳された訳の仕方もそうですけども、とてもすごいいい訳をされてて、なのでゲイリーが英語で私が日本語でお芝居をしても間とかなんとかが全然平気でできちゃう。だから多分韓国でやられたあのベルマの方がいらしてここにポンと入ってもきっとできるんだろうなって思う、なんかねそういうことがあったんですね。なのでその良さっていうかな、うまく言えないんですけど、それがニューヨークでこう出せればきっと伝わるんじゃないかなっていうのをすごく今思ってます。なので、やっぱりテンポ感ですとかいろんなことにきっちりきっちりもう一回見直しながら、そしてゲイリーとよく相談しながら練り直して作り上げたものを日本の皆様に多分ね2014年にご覧にならなかったお客様もいらっしゃると思います。日本の中でもなんで宝塚が OG とはいえなんでシカゴやるのっていう感じでこう毛嫌いされた方もいらっしゃると思います。でもぜひお願いだから見てって思います。本当にゲイリーが舞台稽古でビリーが羽をの周りをこう羽でこう囲まれた時にこんなに羽の似合うビリーを見たのは初めてだブラボーってものすごく喜んだんですよ。だからそういうこともありますので、ぜひどうしてシカゴをやるのあなたたちなんて思っていらっしゃる方ごめんなさい、見てくださいと思います。それでぜひ本当に谷ちゃんも言いましたけど、こんなにエレガントな本当に素敵なシカゴに仕上がってるって自慢できるようにもう一回ねお稽古練り直して挑みたいと思いますので、ぜひ本当に見て楽しかったって思ってくださる方は何度でも、まだ見てないって方はぜひいらしてくださいと本当に声を大にして言いたいと思います。ありがとうございます。下げましょうか。そうです、それぐらいで入ります。おっしゃれでお願いします。はい、いいですね、これでいきましょう、皆さん元気よく元気よく元気よくなんでね、はい、はい、OK です。このままの状態で、すいません、テレビカメラの方に目線をいただけますか。